おはようございまーす。チエット、申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。私はカービィのグッズがね、まあ、そこそこ好きです。カービィ原作あんまやってないけど、カービィ好きなんですよね。なんで、カービィのぬいぐるみとか、フィギュアとか、アミーボとか、割と持ってます。そんな中、この前見たのが、ホロスコープっていうんですかね。ホロスコープのカービィ。ホロスコープとは何ぞやという方のために説明しますと、星座ですね。なんで、カービィが二人いたら双子座だし、カービィが弓持ってたら射手座だし、ね、カービィがね、牡牛座だったら、牛みたいな飾りがついてたり、角がついてんのかな？うん。ね、ホロスコープって言ってさ、なかなかね、食いつく人いないと思うんだよな。何よりね、そこそこ高いしね。紙素材なのにな。ちょっと新しい試みを今回はしてみようと思います。前回ですね、まあ、結構前になるのかな。ドラゴンクエスト4のレジェンドクエスト縛りがあるんですけど、レジェンドクエストをそのナンバリングのモンスターだけで制するっていう縛りあったんです。で、まあ、無事にね、4もね、テイク3でクリアすることができました。テイク3か、結構かかったな。で、ただ、クリアした時に、ちょっとね、残念なことにですね、まあ、ちょっと、特殊なルールを採用してまして、いくつかチームを組んで、そのチームで2回、だけ負けることができる。2回コンティニュー制をね、ちょっと採用してるんですよ。なんで、10チーム作ったんですけど、1チームだけ戦ってないチームがあるんですよね。なので、今回はその戦ってないチームで、このレジェンドクエスト4どこまでいけるかをちょっと見てみたいと思います。はい。だから負けたらそれで終わりでいいね。よし、行ってみよう。さあ、導かれし者たちということでですね、出てくるのはキングレオです。ちなみにもう言っちゃいますけど、第1章からね、バトランドの戦士たちってなることもなく、ピサロの手先が出るわけでもなくね、いきなり出てくるのがキングレオです。もうワンチャンここで負ける説まであるから怖いんだけど俺。それでは登場していただきましょう。ライアンです。よろしくお願いします。キングレオンはね、ライアンとして扱っていいものかどうかわかりませんが、アームライオンは確実にライアンで、ライドソルジャーも確実にライアンです。つまりキングレオンもライアンということです。よろしくお願いします。そう、このチームだけ戦うことができなかったんですよね。出番なしに終わってしまった。だから補欠として用意はしてたんだけど、戦うことができなかったと。ちょっとあまりにもかわいそうだったんでね、今回救済ということで、ちょっとレジェンドクエスト4をやってみようと、このチームでね。だからこのチームだけでやります。なんで、負けたら終わりです。負けないでしょ、さすがに。マスターダブルスキャンもね、してあるんでね、ちょっとね、ガンガン行ってほしいところではございますが、110件はまずいよ。キングレオ、キングレオ、おお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 、外し、ここでなんと外しですね。もうどうしたどうした、同じキングレオ対面。そして、アームライオン、アームライオン、アームライオン、うわー、まあ、そこそこ食らうなー。394食らうのか。こっちも狂い咲き、いけ、うおー、はい、あー、よいしょ、おー、いいね、いい火力してんな。いい火力してるわ。キングレオが並び立つこの画面。ね。おたけびを上げて、突進！行くぜ！いいねー。ダメージレース勝てるな、これ。ライアンチーム。さあ。もう、攻撃しか考えていないね。圧倒的戦士パーティーです。これを見たらわかるように。百列拳で、はい、オッケー。いいよー。次のターンギガソード行こうか。で、今回の企画は、ちょっとこのパーティーでどこまで行けるか。レジェンドクエスト。まあ、なんだったらクリアまで行くかもしんないからね。まあ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 、おお、炎に強いね。キングレオ。じゃあギガソードで。なんでね、ちょっと抜き打ちでちょっとやってみようと思います。
負けないでしょ、そんな簡単には。そうそう、負けたら動画終わりだよ。ちょっと鬼門があるにしろね、ちょっとねこいつらねやってくれると思ってます。突進110件狂い咲き、うわーい火力のゴリ押しがすぎるぞお前ら。さあ本番はここからですね。いやどうだろうな、相手はプサムナイト、ドラゴンライダー、鉄球魔人ということでですね、まあ、なかなか強力なメンツが揃ってるんですよ、実際問題。だから普通に力負けもまああり得る。ただこっちはマスターダブルスキャンしてるってこともあるから、それでご利用せたらいいんだけどね。飛竜切りは大丈夫、あの打撃には硬くなってます、マスターダブルスキャンで。 OK、 33に抑えるのは偉すぎる。 OK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 、 いいよ。ヘビーアックスがうなる、いくぞ。ほら、あーまあでもこんなもんだね。力は高い、素直に力は高い連中だから、パワーで押していこう。あーキングリオ、あーまあ結構食らうな。それでも高速の剣技に逃げてくれるのはありがたい。メラミの方が実はこのパーティー痛くなっちゃってるんですよ、マスターブスキャンの弊害で。お、素振りだね。ちょっとキングリオさんもね黙って見てましたよキングリオもなんだその素振りは、私に剣の稽古をつけてくれというのかみたいななってたぞ。で、熱風の息もね、弱いわけじゃないんだけど、基本的に110件が強いんですよ、キングリオ。熱風の息はね、相手的に無理だね。てか、ドラゴンライダーいる時点でもう無理なんだよな。ブレスは強いんだけどね。高速の変異？今度はどうだ？お、素振りの成果を、いかんなく発揮していく。まあ、213なら大丈夫。大丈夫だよ。打撃になら、本来、キングリオやアームライオンって打撃に強いもんさんじゃないんですよ。まあ、どっちかというと弱いっす。まあ、弱い方なんですけど、マスターダブルスキャンでね、そこの耐性は上げてありますんで、打撃とか属性攻撃は大丈夫です。唯一ダメなのは呪文攻撃。呪文がちょっとやばいです。乱打ち !110 件いくぜ、伝えろ。あー、よっしゃ、OK！ 110件の威力やっぱ、そこら辺のパワー型モンスターに負けてないからね。DLC のね、強さだよね、これ。ここ、まあ、まだ見ていいか。まだ見よう。あー、でも進化の秘宝使えばワンチャンいけたかな、リーサル。まあ、いいや。いけ !110 件 !110 件が強い !110 件が強すぎる !100、300出んだもんな。キサノナイト、あー、やっぱいな、それー、あー、うわー、結構、を食らう。呪文はやばい。まあでもまあまあでもなんか勝てそうではあるね。このままいけば、このままいけば勝てそうである。ギガソードの圏内に乗せてしまえばってところはあるから、まあここで痛恨は引きたくないけど、英語切り、おー、いいね、外しか。オッケー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 、いいよ。ヘビーアックス、これ当てればギガソードで内定ですね。あ、オーケー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 、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ。まあ、ここも意外とすったり突破したな。よし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 。普通に打撃や属性攻撃の打ち合いにはね、強いからね。で、もともとパワーがあるから、パワー型マスターダブルスキャンをしなくても、普通に強いね。あ、これも意外と本当にいけんじゃねえか。ただね、このパーティー攻撃時もダメって言ったから、次でやばいな。いや、やばいな、ここ。何がやばいかっていうと、アンクルホーンが2体いることです。アンクルホーンっていうのは、両方技が呪文なんですよ。で、先ほど申し上げました通り、呪文、このパーティー、すげえ痛いです。なので、ワンチャンこれ、ヒャダルコとか食らった日には、目も当てられないことなんじゃねえか？バギマンも。バギマンも、ダメだな。だから、ワンチャンこれ力負けもあり得る。ちょっと脅威ですね。だから、この章の名前、脅威って言うんですけど、まあ脅威ですね、確かに。で、そして、忘れちゃいけねえのが真ん中ですよ。真ん中のサイですよ。あの上位互換の。バギマンの打点大事だぞ、これ。大丈夫かな、バギマン。あー食らうなー、食らう。アクスカッターか。よし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 。さあ、この際が問題ですよ。この樋口カッター打ってくる際は、超痛恨斬りとかいう技持ってるんですよね。超痛恨斬りっていう技は2回魔人斬りするんで、そんなもんが当たった日には目も当てられない事態になってしまいます。
シャダルコまずいな。まあ、ここは打ちましょうか、素直に。素直に打っちゃいましょう。誘惑の鳥がよく効くやつらなんで、まあ、マーニャのトリコに、なりなさい。ああ超痛恨切りのやつが残った。全員止まってほしかった。それやったら魔法ステッシャンと変わらへんやんけ。ただ魔法ステッシャンだけや。熱風の息いったね。いけ熱風レ、熱風レーザービームこれも。いけああ、もういい食べてんでんな。熱風の息。まあ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 、このターンをかわしただけでかいか。さあ、真ん中のサイですよ。真ん中のサイがね、恐ろしいも持ってますよ。こっちも真ん中のサイですけど、よく考えたら。なにね、喧嘩売んな、喧嘩売りに行くの、ほら。行くぞ、ほら。全然聞いてない。ひぃー来た、超痛恨切り。マジンイーリア2回飛んでくる。やだよ、攻撃、超痛恨切り。やめて、やだよ、ヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか。なんか面白いゲームじゃねえか、おう。超痛恨切りが怖すぎるんだけど。やっていけねえわ、このゲーム、ほんとに。百裂剣。よいしょ、いいね。アンクルホーンがやっぱ一番の脅威だな。だって、食らうダメージおかしいもんな。呪文には弱いマスターダブルスキャンにしてあるのがね。どうしても、うわぁ、呪文をケアできない。あ、よかった、樋口カッターだ。樋口カッターなら、まあ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 って感じだね。全然大丈夫。超痛恨切りの方が怖い、圧倒的に。シャダルコ。シャダルコね、キングレア対戦持ってはくれてんだけど、それでも150食らってたりするからな。追い詰められてんな、てか、地味に。自利品か？ヘビーアックス。ほら！あー、ギリギリ追いつける。HP 差返せる。乱れ打ち！頑張れ！意地見せろ！うわぁ、このターンで決着だ！このターンで決着だぞ、これ。アンクルホーンを、素早さいくつだ ?20、素早さ20ぐらい。あ！やばい終わっちゃう頑張れ いけ走れえ？おっと相手の攻撃耐えろ頑張れ耐えろ勝利思ったより早かったなぁ。いや、さすがにあのままじゃ終われないね。ちょっとあのままじゃ終われないんで、じきじきに出ていただくことにしました。大魔法召喚カードを使ったんで、レジェンドクエストのね、強さとは違ってくるんですけど。まあ、呼ぶことにしましたよ。さあ、お前たちが見たかった挑戦を、今ここで体現してやろうか。もはやさ、デスピサロからしたらさ、反逆だよな。ライノソルジャーとかさ、完全に反逆してんじゃん。ね。まあ、ライノソルジャーとかさ、使えてたもんね、デスピサロに一応。で、キングリオに至ってはもう完全に反逆だよね。いけ反逆さ百獣剣で弱点取って狂い先いいねー打点は心配しなくて良さそうだ。で、レシピさんの注意するべき行動としては、マヒャドっすね。マヒャドがやばいです。外れたんだけどマヒャドがやばいなー。さ、レーザービームはいいビームってね。火炎が放たれるーいけまあまあいいダメージ。百裂剣の方が出るかでも。恐怖の爪。麻痺効果あるなぁ。うわぁすいません、デスピサロ様やめろデスピサロ様すいません !603 かあぁまあ、ひざまずいちゃったかぁ。ここでひざまずいてしまうかぁ。キングレオね、反逆の意志、ままならず。ここのターンにマヒャド来るとやばいな。言ってるそばから来たよやばいな、言ってるそばから一番危険な行動来たな。攻撃呪文に弱いって言ったでしょ。やめな。やばい。もうやばいか。やばい。おーしかしここライアンが取り返した。いけライアン。
まだライアンは戦える。いける。いけるぞ、ライアン。集中や。まだや。まだいけるな。まだいける、まだいける。全然いける。このターンはまだ耐えれると思う。次のターンだなぁ。だから、実は5ターン目ぐらいまで耐えてほしいんだけどね。いくぜ！着順拳！てか、さっきマヒャドのくらいどんぐらいだったっけ？賢者の石で耐えれなくはないけど、強引に。波動ウー！次です。次！波動かマヒャド。波動かマヒャドか。いやー迷うね。波動かマヒャドでしょ。総計かなー。マヒャドでやられること考えたらこっちの方がいいよな。地味に勇気外したのも痛えな。てか今、マリベル城呼ぶのに。さあ、ナンバリングと全く関係ないのが出てきました。せめて賢者の石使えよとなりそうだよな、これ。いや、確実に行こう、ここは。波動、ここに波動なら、まあ、それはそれとして、マヒャド食らったらケアができないんだよな。いや、どうだ？今のチョイス合ってんのか？あと、これ、勇気回収10は響くな。あ、マヒャド危ねえ。結果の OK。こっちでいいんだ。ここで倒れる分には仕方ない。次のターン。本来なら確定防御ができるんです。でも、そんなものはもうできないです。どうする？てかこれキングレオがさ、麻痺らなければ。そう、これキングレオが麻痺らなければ勇気溜まってるんですよ。あー、溜まらない、溜まらなくなりました。諦めてね。溜まらなくなった勇気。このターン耐えれば勝ち。この他耐えればまだ希望が見えます。暗黒の剣は全体攻撃なんで、ライアンとかが避けてくれる可能性がある。おー、暗黒の剣や。俺避ける、避けれる、いける、いける、いける、集中や。よいよ、避けろー、頑張れちょっとプラチナキングマスターダブルスキャンしたでしょ。避けろよー。